目覚めですか、ヒロシ様。熱は下がりましたか？どこか痛いところはありませんか？そうですか。よかった。さあ、ヒロシ様、早くしないと遅刻しちゃいますよ。はい、よろしければ氷を。ありがとうございます。ポリポリ、何がです？じゃあ失礼して。あ、でも遅刻しちゃいますよ。私のことはいいですから早く行ってください。
何慌ててるの？今日、文化系クラブの部長会議があるの知ってるわよね。部長のあなたが行かない場合、副部長の私が行かなきゃいけないってことも知ってるわよね。そんなに急がなくても、部長会議はまだ始まらないわよ。何言ってるの？ヒロシに彼女ができたなんて全然知らなかったわ。やった、彼女だなんて。スマと呼んでください。そうなの、重要なことってこれだったのね。どなた？ですか？私の名前は星野めぐみ。先輩と運命を共にすることを星によって定められた。魔術部が誇る究極のフォーチュンテラーです。何それ？人間の運命なんて星々の営みに比べればちっぽけなもの。
でもだからこそ星たちは私たちに大いなる希望を与え運命を啓示してくれる。何が言いたいのかさっぱりだわ。失礼ね。私は名乗ったんだから次はそっちの番でしょ。私は長輪陽子よ。先輩との関係は？関係ってただの幼なじみだけど。やっぱりその程度だと思った。あったら来た。ヒロシ、何なのよこの子。切りしなさいよ。ちょっと私の大事な人に何するんですか。大事な人？幼馴染を気取ってる程度のくせに運命で定められた二人の間に入ってこないで。その上先輩に殴る蹴るの暴行。殴っても蹴ってもないでしょ。ちょっと胸が大きいからって威張らないでください。大は小を兼ねるのよ。大丈夫、許可もらってるから。だってこれレポート提出しなかった罰だもん。見損なわないでよ。私がただ掃除だけしてると思う？あ、そろそろ
ろできたかな。焼き芋。いっしょ、真鍋も食べる？おいしいよ。こんばんは。でも思ったより綺麗。そんなわけないでしょ。私はここよ、ここ。まったく、どうして家の中に落とし穴があるんですか。ところで、彼女、ルリさんは？あら、どうかしたの？いえ、別に。さて、あなたはこの状況をどう考えてるのか聞かせてもらえないかしら。年頃の若い男女二人が同じ屋根の下で暮らしてて問題がないとでも言うの？体に触れないから問題がないとでも？
例えば、ルリさんがお風呂に入っているとき、あなたは何をしているの？何の？あなたが言うと冗談に聞こえないわ。ヒロシ様を責めないでください。大丈夫です。そんなことより悪いのは全部私なんです。ヒロシ様には迷惑ばかりかけて。私がここから出て行きます。ちょっと待って、いきなりそこまで。ちょっと、まだべく。え？ヒロシ様。あれ？すみません。いいのよ別に。そうね、それもいいかもしれないわね。ま、今回のことは多めに見ましょう。今日はこれで帰ります。ただし、また様子を見に来させてもらいますから、くれぐれも不謹慎な行為は慎むように。じゃ、また学校で。
コンビリって何ですか？あ、お客様。何よ、せっかく来てあげたのに。別に何でもないわよ。お腹減ってるの？ふーん、そっか、そうなのね。これはダメよ。ただの食材だから。しょうがないわね。ヒロシがそこまで頼むんだったら作ってあげないこともないけど。お台所借りるわね。もうちょっとでできるから待っててね。そんなことないわよ。私の分はあるんでしょうか？もちろん。ルリさんは暑いのダメでしょうから、特別料理。ありがとうございます。楽しみですね、ヒロシ様。お待たせ。
しそうです。まあね、好きこそものの上手なれって言うでしょ。あれよ。料理することが好きなの。お代の方はルリさんの分と合わせて1000円になります。冗談よ冗談。1000円も取るわけないでしょ。200円でいいわ。Thank you.